パのこのベリーショートって。あ、でも病院に言われた、あのマキさん太ってきましたね、これだったら無料でやりますって。あばら浮いてたもん1月とか。あ、そうだ、12月もガリガリだったんだわ。みんなに言わなかったんだけど、12月手術した時もう骨浮いてたんだよね。そっからなんだかんだ体重測ってみる。そう、でもなんか心配させちゃうかなって思って言わなかった。一条響ちゃんはそうだってさ、一条響ちゃんでも脂肪吸引できるからね、それ注入して。でもすごいガリガリでだとなんか脂肪ガリガリ削られるから痛いらしい。細身での脂肪摂取は痛いらしいね。いや、取れるっつうか、すぐ伸びるから、1ヶ月で。マキかわいいぞ。あ、ありがとう、ちょっちゃん。ありがとうございます、キンクマ。パーン。ありがとうございます。わー、金の花火が2万7000ポイント。溜まってるよ。いや、これはパルちゃんにやられた。養分はここだから、ここは別に欲しかった、ここは失いたくなかった。ケバケバ、ありがとうございます。あー、ちょちゃん、ナイス。あ、うるさい。ありがとう。金の花火ありがとうございます。うれぴー。じゃあ、着替えてくる、これ。八個目ありがとう。どう？後ろがこうやって背中見えるの、これかわいいでしょ。このシャツ。古い？え、ひそかも似合うと思う。言うて。かも似合うんじゃない。ピアスもしよう。そう、わかる。年相応になっちゃった。つい最近まで鼻出ししてたんだけどな。
できる女これか。あ、耳見えないか。言ったところで、あーやべえ、やべえ、こういうのどうやって、どうしたらいい、これどうしたらいい、これちょい。
あ、時計とか似合いそう。できた女すぎちゃうかな。できた女すぎるかな。どう？いいかも。時計とかだるいわ。お酒飲むもんね。お酒飲んで失ったことあるから時計ちょっとやっぱやめとこう。これで、ね、この割れちゃうのどうしたらいいの？なんかピンでここ固定しちゃダメ？あ、ピンで固定しよう。どうしたらいいんだろう。この中がないから、中がないんだよね。どうしたらいいんだろう。しょうがないのかな。耳にこれをかける、変でしょそれは。編み込みここをこうやって、絶対変だから。いや無理だなこれ。ここからさらにまた持ってくから、やば、固まっちゃった。固まってるわ。無理だもう。あ、もうダメだこれ。固まっちゃって割れちゃってんだ、ここも。あ、ここで、あ、ここ中に入れて、ここ中に入れて、いや、ここで止める。こう、いや、前髪ないんだってば。これ前髪じゃないからね。しょうがない、これはこういうファッションってことで。あ、なんだかんだあと20分後に来る。でもこれかヒソかしか持ってないもんだって。
ね。じゃあピアスするか。やだ、なんかさ、わかる？たくまくんとこれ合うじゃん。なんかヤンキー息子とママの授業参観みたいな感じじゃない？できるママなんだけど、息子がもうあのちょっとそういう感じになっちゃうじゃん。デートなんだけどねえ、今日デートだよね。授業参観じゃないよね。今から学校行くんかな、うちら。息子がすみませんみたいな三者面談今日嘘、ちょっとやだな。童顔なんだよね、たくまくん。おばさん臭いね、確かに。なんか親子みたいに見えちゃうかもしれない。腹出しスウェットも多分合うと思う。逆にそういうやっぱ腹出す、やっぱ腹出した方がいいかもしんない。出そっか、お腹。うん、なんか決まりすぎちゃってるよね、多分。ウイタもそういうんじゃないかな。いや、決まってるんだけど、すごい決まってる。あ、ちょっと待ってね。あ、ありがとう。え、ね、ハニー、やっぱ私さ、これちょっと決めすぎちゃってるじゃん。やっぱ腹出しかな、そんな気がする。ちょっとママ感出ちゃってるかも。ラフな方が似合ってる。じゃあハニーがそう言うんだったら、そうだね。じゃあちょっとやっぱ今日も腹出しします。ちょっとこれは決めすぎちゃってる。あ、そうだね、そうだよね。あとあんまり私を何往復もさせないで、あんまり何往復もさせないでほしい。すごい頑張ってる感も出したくないから、別に。あ、違うね、帽子かぶると変。